旅行に行きたい。エンジェルズ社、タイムサービス中。
仕掛けに不備なし。では行くとしよう。網を引きに行きましょう。絶対に足は引っ散れ。急がなくてもいいのよ。はっ、風よ、散れ。風よ、散れ。風よ、散れ。
風よ、散れ。風よ、散れ。風よ、散れ。風よ、やあ。おお。二人とも最後の準備。最後の準備は私に。チコ、来たな。お前らのおかげで全てが整った。おいおい、水臭い態度だな。チビスケ、飲み込みが早いじゃねえか。ところで、今夜はお前も舞台に上がって俺様とショ…おいら、適当に言ってみただけだぞ。まったく…ビビってんだろ。なんせ…違うぞ、おいら…なら…おう、受けて立つぞ。ああ、まさかあの勝手に転出。そうだな、だからおいよ、鹿の院同士。まったく、ちびすけ、歌詞と楽譜はあっちの楽曲練習。いい気になるな。それ後でおい。そうだ、今回はかなり。おお。来たね。お、少しだけね。今はまだシャブ行と、し、奉行所にはもう。だからここ夜の一途の歌を
と。へえ、果たして今夜神のお前ら、さすがだね、宵宮。花火をこんな遠いところ。この前よ、トーマ、宵宮。おお、旅人おばあちゃんと今その通りだ。気ぃ使わいっとから吉祥法通の。おっと、だけどもしだって、そしてつまりちょっとおかしな。うん、まあ、あの人って花火を見るときと一緒で。うん、そしたら今日の夜。こちらのひなさんですが、なんだか見覚えがあるような気が。三五宮様、俺もそんな感じが。この見た目はまるで。ガラー、鏡、本当にお会いできて本当。まさかお前たちも。大したこと。この前月刊漢字でこれに関する相談を受けたから。それに、ええ、テーマは多少耳にした。うん、俺即答かよそう、そうなんだ。このひなさんという人物なんだが、それは思い出せないか。まあまあ、なるほど。旅人、さっさとこ。まさかこんなにいっぱい友達が来てるとは思わなかったぞ。よっ、ダブルザークおじさん。ああ、忍さんからロックと今回のイベント、えきっかけに過ぎ。精神、そうだね。説明になってない。まあまあ、わかった。おいら準備し、もちろんだ。さあこれ。ひひ最強鬼カブトムシに転生してて、娯楽ロックさ。お前はまだ見ちゃダメだ、牛使いや。レディース、今夜は祭りの夜だ。さあさあ、森ミスターミス、歌ってくれる。最強鬼カブトムシに転生してせっこうぞ。カラス、タヌキの化ける、日も消え去る。なけなしイタチさんの遺産、父さん母さん財産、軍用は二大産。これがロックやねんな。俺が前に聞いた。どうだった、調子。まあまあ、うんうん、互角だったと言ってもいい。本当か、ダチコ。お前はどうだ、俺様とこいつどっちがよりロックだったと思う。お、よし、チビスケ、
お前。まあまあ、みんなのた。ザークの兄貴。ロックのせい。何事にも。全然違う。そうだったのか。俺の感。じゃあ良い意味や。うちは、実はだからうち。ほんで怪我。おお、良い意味や。私か。シナブ。オイラも大丈夫。あれ、そういえば。ああ。わたつみ島の。そんなにおいそ。イットさん、今回はあなた。今日はこいつめ。どうだダチ。三五宮様、例の天領。ゴロ、あまり気にすることはありません。少なくとも。いえ、これをネタに。心配しない。きっかけ。今私たちと鳴上島は戦の折。なるほど。ゴロ、わ、え、ひなさんも月刊漢字で役を務めていて、人を殴す。ふむ、水の国のロック音楽とやらがまさか雷光を引き起こせるものだとは知ら。巫女、数日前おかしな紙切れが敷地に投げ込まれました。犬を渡せと要求されたので、ことの次第。ペットを飼う趣味でもで。それにサラからも招待状を渡されたのです。アラタキという名に覚えはありませんが、民の願いならばこ。鬼族の。こっちのフォンテーヌの音楽家の方にはどう答えてやるのじゃ。戦、私の答えもですが、戦は二度と起きるべきではないもの。ふむ、じゃがもっと大きな。避けられない戦である。この身で受けて立つのみ。じゃがまあ、今夜訪れた者どもは必ずや。二人の。もちろん。